スーパーハイレグ女子天津いちはのいちはす TV。 こんにちは、スーパーハイレグ女子の天津いちはです。私のチャームポイントの一つは染めたことのないこの黒髪ロングヘアだと思っていまして、でも無駄に伸ばしてるのにいつもストレートしかしてなくて、私コテで巻いたりするのがすごく苦手で、でもちょっと巻きたいなって思ったのでコテを買ってきました。コテは前にやったんだけどちゃんと綺麗にできなくて、チンパンジーのカールが作れる、ででん、なんだっけこれ、どこのメーカーだっけな、ビリリさんのミラーカールを買ってみました。じゃーん。ってことでちょっとね開けてみたいと思います。1万もせずに買えましたね。もっと高いのかと思って、開けれんかも。あ、開いた。うんこ色。開けてみるとなんかついてる。こんな感じです、本体は。じゃん。電源をちゃんと入れてってみたいと思います。ここで温度の設定、オフ210度230度ってできて、でこっちでなんか時間8時間もする、なんかまあ時間の設定ができるらしいです。はい。でまあ電源入れました。あ、仕上がり時間が8秒10秒12秒なんだ。8秒が良くない？早い方がいい、早い方がいい。このぐらいでもいいのかな。うわ、じゃあちょっとやってみます。なんか適度にこんぐらい取ればいいのかな。でこうやればいいの。うわー、待って待って待って、え、痛い、待って、もっと分かれた、ちょっと待って、痛い、え、待って、え、取れん、やばくない？ちょっと待って、めっちゃ取れん、しかもなんか湯気出てる、見て湯気出てる、わかる。え、ちょっと待って、え、どうしよう、ちょっと一回、え、電源切っちゃった、まず、え、痛いよ、え、待って、めっちゃ痛い。めっちゃクルクルになりました。異常なほどのクル。絶対失敗してんじゃん。絶対説明書を読んでから使いましょう。当たり前なんですけど、こっち側を頭に向けてご使用くださいだから、こっちを頭に向けてこう取って、これを挟む。ちょっと入れすぎなんかな、また引っかかっちゃった。ちょっと待って、引っかかりすぎじゃないこれ、こういうもんなの。長時間挟みすぎるとまた取れなくなっちゃいました。痛い。こんな感じです、完成。これでケープしとけば巻き髪かな。使い方は説明書によるとブロッキングした方がいいんだけど、3センチほどの毛先を取ります。でこう持ってここに挟みます。挟むとこうぐるぐるぐるっていくから、これで1234567884って感じでくるくるってなります。
もっといい方法あったら教えてください。ルミリスミラーカールのライトをちょっと買ってみて、チンパンジーでもちゃんと負けるのかどうかっていう試してみたんですけど、まあ一応負けるのかな、負けました。どうでしょう。この動画最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録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 。